これ外の袋がポリプロピレンって意味でしょうけど、内側の小袋ですね。電子レンジで2から3分の小袋を切断しって書いてます。その小袋も多分ポリプロピレンの不織布だと思われます。これマスクがポリプロピレンのと同じように。で、先ほどですね、電子レンジでこう加熱しましてですね、水がついてるのは、そう、加熱することで、こう使用済みの乾燥剤から水分が出たということですね。で、これ実はまだ途中段階なんで、もう一度改めてこうですね、電子レンジ加熱してみたいと思います。これ以前ここには別の電子レンジがあったわけですが、流行るせいですよね。何らかの故障を起こして、あれも買って2、3年ぐらいだったんでしょうね。機能としては高かったとしても、耐久性があれっていう誤作動の結果ですけど、まず誤作動が先にあって、誤作動の後ずっとこういうことの設定ない状態でずっと作動し続けてですね、止まんなくなるっていう感じの後に、もう当然物理的にやばいんで、最終的に故障したって感じになるんですけど、あれは。これテニバードね、これは8年ぐらいあるんかね、途中の2、3年は、ハイアルセナーズ使ってたから、ね、維持で使われなかったとしても。これね、はい。色の比較してませんでしたがね、そんなに。これちょっと、皿が厚いんですよね。割合厚いんでね。こういうミトンみたいなものがありますけど、こういうものを使ってやった方が、あんまり今は使いませんけどね。はい。ビガッとね。割合いいかな。ってことで、はい、こういう具合に電子レンジでのそのまま、こう不織布のまま加熱できるということですね、小袋のまま。はい。粉が舞う。当たり前だけども。はい、フルス系の粉と、ちょっとこれはやばい。重曹とフルス系の粉を入れました。はい、これで僕はぼやけないで済むかな、ある程度。なんかこんな風になっています。何らかの酸が入っていると思いますとか適当なことを言いまして、酸味料ね、酸味料何の酸か知りません。よずいうことでね。じゃあ反応が得られるか、触媒たる水を注いでみたいと思います。うわー、シワシワいってる。これ単にもう粉と水の反応っていうのを超えて、実際にこう炭酸水素ナトリウム
と酢酸の中和現象というか、こういう化学反応になっているんではないでしょうか。これ初めてですよ。普通こうフルーツ粉に水注いだだけではこうなりませんからね。明らかに炭酸的な何かになってるかと考えることができるんで、ね、これだちょっとこれ温水なんですよね。なんかちょっとあんまり冷たいような水とかではないんで、一旦沸かしたことのある少しぬるさが残る、まあ、40度前後の水なんですけどね。はい、シュワシュワいってますね。ちょっとこれ味見してみたいと思います。私これ少しだけ、うわうわうわ、ねる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 あれだけど、あ、そっか、あれももしかしたら重曹入ってんじゃない、わからんけど、ああ、まあいいや、それは何でも。で、それで海面活性剤みたく一旦泡になったのをね、あんま弾けないようにさせている可能性あるね。全然なんか今までわかんない、興味なかったんだけどさ、原理ちょっともうすぐ分かっちゃいませんかね。なんか、うん、じゃあまあ大体こんなとこにしましょう。ちょっと待って、これ割合、泡になって割合がかなりだよ、かなり。おお、やべえやべえ、ちょっと待って、でも前よりちょっと強い番ぐらい、あ、ちょっと待って、これあると思って、あ、ちょっと待って、これなんか今だいぶ膨らんでたんだけど、スプーン突っ込んだ瞬間なんか潰れてたよ。まあね、だいぶ酸っぱさ出てくることになりますよね。触媒としての液体が、まあ、レモン汁ですかね。レモン果汁、果汁はジュースです。ジュースで、まあ、部屋に置いておった水道水由来の水を今入れてね、まあ、ほどほどね、あ、こんなもんかな、ちょっとなんか縁につきそうになるってか、もう少しだけついてるね、よく見ると、うん、はい、フラッシュっていうか、まあ、照明をつけましたけどね、カメラ側のやつです。こんなところかな、うん、今からこの水溶性じゃないアクリル絵の具みたいなものをこのアルコール系の溶剤で落としてみたいと思います。アクリルといってもメタクリルなんちゃらではない方の、うわー、ニトリルアクリル的なやつなんで、どうなるか知りませんが、うわあ、このお前はもうどうしていつからこうなっちまったんだよ、ウィーグキャキャー、なんでこいつ、これでもか、これでもか、あー、クソでもえ、うわー、なんでこった、あー、汚かったよ、あー、ごめんよ、今なんとかしてあげるから、うん、この水、あー、汚かったよ、おい、油、いやー、びしゃびしゃ、うわー、おい、おいよ、地獄だ、あ、あ、あ、お前は、この子の、
も変わらないよ。やってもうたな、貴様。2021年5月26日、2時間以上散歩した帰りですね。こちら、まあ、ピンボケ気味なんですけれども、ちょっとね、汚れがありましてですね、まず、濡らしたトイレットペーパーとかでね、拭ってもあんまり、ある程度は取れたんですけど、取り切れる感じじゃないんで、まあ、油性の側面が強いというか、最初から油性だろうとは思っていましたんでね、一旦水の方で落としつつ、今度じゃあアルコールなりリグロインなりでちょっと落としてみたいと思います。はい、いつものリグロインの出番です。どうしても私ね、このおキャップ外れてるじゃん、この白いレザースニーカーは、はい、どうあってもなんか綺麗にしたいという感じの願望はありますけどね、綺麗さを保つっていうね、潔癖症じみた、そして半分自己満足でやっていますね。ちょっとね、あんまり出ていない。ちょっと待って、これあんまり出てないか。あ、出てきた、出てきた。よかった。はい。で、今つけましたんで。まあね、あんまりあれなんですけども、片手塞がっていて、ね。まあ、こうちょっと押さえつけながらやってみました。ね。どうでしょうか。まあ、多少は綺麗になったようですね。やり方あれなんで、あともう、撮影やめてからにしようと思うんですけど、もう片方にも、多少目立つ汚れ見えますんで、どちらもつま先にね、つくもんですね。これも大体落ちたかな。はい。ということでね、ある程度落とせると思いますし、残りはしっかりした方法でやりたいと思います。これ謎めいたガムの汚れみたいなのを、少しだけ綺麗にしていたんですけどね、もう少ししっかりとリグレインをつけてみたいと思います。はい。もうちょっとね、やっぱり常にね、2回は押した方が、ちょっともう軽くこすりつけてもね、このね、片手が塞がったやり方、あと右利きがやってますよね。はい。ソール、アウトソールの、ちょっと地面に触れやすい部分以外にもね、少しちょっと側面の方に、ミッドソールとは言わないかと思うんですが、この場合、割合側面の方についていたりしますんでね、そういうのもね、リグインで落とすのは割合容易という具合ですね。それ別に最初はさ、水溶性の汚れとして水分で、やってしまうの前なんですけどね。はい。こんな感じですね。適当にやっても、割合取れるっていうか、ね。いや、リグイン使ってますね。はい、はい。ね。これまだ湿ってますからね、ある程度使いたいと思うんですけどね、はい、はい、クラレじゃなくてグンゼのボディワイルドっていうのです。ちょっと待って、これ。やべえよ。俺の髪の毛とどっちが長いんだ。わあ。おお、指から抜ける。すごい伸びるね。これポリウレタンなんでしょうけど。これ長年あるんですけどね。多分、7、8年ぐらい。火水分解でボロってわけじゃないっていうのが伝わるかと思うんですけど、これやばいな、これ。ちょっと。わあ、この野郎。どこまで、ゴム手袋でもつけてやった方がいいんじゃないかしら。
わざわざ英語で言わんでいいわ。はい、最近私割合エアコンをつける頻度を上げたのですが、まあね、ここはこう、まあ、換気する時もありますしっていうよりは、むしろあのエアコンつける時はだいたいつける前に先にこの窓のガラス付きの部分、これ全開に近い状態、天候にはよりますけどにしてですね、 あそこの方も含めて換気を良い状態にしてからエアコンのスイッチをこう入れますよね。あ、これ今ちなみに除湿ですね。これ冷房の方はこう、まあ、30度設定とかでねやっていますんで私、はい。でこうするとね、強風で割合こうきますよね。あの本当エアコンの風にはかなりカビの匂いが含まれまして、でそれですごいのはこれ、なんかこのコート分かりやすい部分だけ白んできているんですね。カビの温床になってるのかしらって、乾燥してる状態だから割合問題ないと思ってたけど、これの表面つくものはやっぱりつくものつくんですね。夏場つくかもしれないってことは分かってありましたけど実際つくんですね。ちなみにここに革のベルトとかあるけど、革のベルトはまあ無関係にね、あのつくときついたりしましたんで、一時は私これカビを取るとかある程度きれいにするって私の方で何年か前やってうまくいったんですよ。なんか今なんか飛んでる、なんかハムシみたいに飛んでるのかわかんないけど、これだ、そういうこと。うん、あの今またね、はい、同じようなノリでできたらいいんですけどね。はいはいはい、あのこの場合これキッチンペーパーです。はい、まあちょっとやってみたいと思います。これ今こう設定するとかなりグロい感じありますね。他部分ほぼないようなもの、これやっぱりねフラッシュつけてるんでね、フラッシュつけてるなりにちょっとなんか見栄えが、あのそういう白っぽく見える部分も出てくるだけ。これベルベット生地ですよ、多分ナイロン肝みたくなってます。これナイロンだ書いてあるんでね、ほぼ全体的に特に裏地はあのポリエステルなんですけどね、あのただこの肝部分はナイロンにしてあると思われる、まあ、作りです。こういう生地になっています。はい、これ2011年12月とかから持ってますんだよね私。はい、でね、また綺麗にしてみたいんですけどね、うん、あのこれがまたさらに後々どうなるか放置したいと思うんですけど、まあ関係ないかなってことでね、まあ、カビ用のね、何かしらこういう雑菌できるものなんでしょうね。はい、由にね、こう、エアコンの風であるってわかるんで、まあ、これね、去年からこういう風な状態で置くようになってからの結果だとしか言われませんよね。こういう風にね、あの必要ないぐらいの対策してるんですけど、やっぱりこういう風になるということがね、あの実際試してわかったってことですね、これが。はい、なんとかしたいと思いますし、今後も監視、